はい、皆さん、こんにちは。今回は、新千歳モーターランドのフルコースを走ることができましたので、ドリフトの3速進入について、解説していきたいと思います。で、走り方にはいろいろあるんですが、今回は、できるだけミッションに負荷をかけない走り方について、説明していきたいと思います。最初に通常再生をして、次に説明を入れながら、見ていただきたいと思います。はい、再生スピードを下げて解説していきます。1速から2速にシフトアップして、右旋回、旋回が終わったら2速でフル加速で、3速にシフトアップして、軽くフェイントを入れてサイドを引いて進入で、逆に振り返して2速にシフトダウンからの、アクセル全開で、進入して、右コーナーを振り返して、2速で立ち上がっていきます。で、この日は、この辺ですね、アウトラインにギャップができていて、車体が暴れるので、少しイン側を、走行しました。走行しながらの解説は以上になります。サイドブレーキ進入のところを3速蹴りで入った方が運転は楽なんですが、ミッションに負担がかかるので、サイドブレーキ進入で入った方が良いです。あと、2速にシフトダウンしているところを3速で回ることも可能なんですが、パワー不足で回転が下がってくるために、クラッチを蹴ったり、揉んだりする必要があります。では、今回は短いんですが、以上になります。ご視聴ありがとうございます。